ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、私この前、映画のジョーズを見てたんだよね。あのサメの有名な映画か。なかなかにスリルがあって面白いよな。いやー、本当にサメって恐ろしいなって思ったよ。あんなのに遭遇したら恐ろしいわ。霊夢なんかはパクリと丸飲みされるだろうな。な、それは魔理沙だって同じでしょ。ところで、サメってどんなものを食べてるのかな。何でも食べそうなイメージだけど、いっそ、お腹の中とか見てみたいわね。どんなものが出てくるのかドキドキだよ。お、じゃあサメの腹の中でも見てみるか？え、どういうこと？まあ、実際に腹を開けることはできないが、サメの体内からいろんなものが出てきた記録はある。それがなかなか面白いものも多くて、びっくりすると思うんだぜ。そんなのわかるんだ。ちょっと怖いけど、気になるネタね。もしかしたら人間とかも出てきたりして。リアルジョーズのお腹の中、気になっちゃう。よし、じゃあ今回は、サメの中から出てきたヤバいものを紹介するぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。腹の中の話をする前に、サメの食性について知らない人も多いだろうから、少しだけ話をするぞ。うん、私もあんまり知らないけど、映画の印象だと凶暴な肉食って感じがするよ。実はその印象、少し語弊があるぜ。サメの食性は種類によって様々だが、人も食べてしまうようなサメは一握りしかないんだ。そうなの？でも肉食なのは間違いないのよね。まあそうだな、基本的に肉食だ。大きめの魚やアシカなどを狙うサメもいるが、カメや甲殻類を中心に食べるサメもいる。中には小魚やプランクトン、貝類やウニなどを好んで食べるサメもいるみたいだな。本当に何でも食べるんだね。ちなみに、人を襲うサメって本当にいるの？ああ、こちらが何か危害を与えれば、そりゃあ間違いなく襲われるぞ。あと、一説では人間を、アザラシなどの獲物と間違えることがあるらしいんだ。なるほど、積極的に人間を襲っているんじゃなくて、アザラシと間違えて大物を狙っちゃうんだね。まあアザラシを食べる時点で、かなりすごいインパクトだけど。ただ、わかっている人も多いとは思うが、サメの食性については種によってかなり異なる。だから、サメだからこれを食べるとは一言で言い表すのは難しいんだぜ。まあそりゃそうか、私とマリサも食の好みは違うし、当たり前な気もするよ。なんかちょっと違う気もするけど、まあいい。ねえマリサ、ちなみになんだけど、サメって水族館にもいるじゃない？しかも他の魚と同じ水槽にいるけど、あれって他の魚たちは襲われたりしないのかな？プランクトンしか食べないサメならともかく、獲物が近くで泳いでたら、絶対食べたくなるよね。飼育されているサメは基本的に他の魚を襲わないぜ。なぜなら、時間が来れば餌をもらえるからだ。自然にいるサメは、お腹が空いたら近くにいる魚を追いかけると思う。うん、まあ追いかけないと食べられないもんね。水族館は、飯の時間になれば、栄養バランスを考えた美味しい食事をくれるだろ？だから、他の魚を襲うことはあまりないんだぜ。なるほどね、確かに楽な方法でご飯食べたいと思うわ。そこは人間もサメも同じなんだね。まあここまで前置きが長くなったが、サメが食べるものは様々だ。うん、種類によっても、あと性格によっても何を食べてるかはサメ次第って感じなんだね。そう考えると、どんなものがお腹の中から出てくるのか全然想像できないわ。よし、お待たせしたが早速、サメの腹の中から出てきたヤバいものを紹介しよう。最初に紹介するのは、豚足だぜ。わぁ、私も豚足大好きよ。外はカリ、中はジュワー、あれ最高。いやいや、サメは豚足が好きで食べてるわけじゃないぞ。これは、2022年11月、オーストラリアのノーザンテリトリーでのことだ。サメの体内から豚のひづめらしき部位が取り出され、SNS で話題になっていたんだそうだ。うわぁ、サメのお腹から豚のひづめ、私ならびっくりして逃げ出しちゃうよ。これは一般の人が見つけたの？ああ、釣り人の男性が見つけたそうだ。この人は、より大きなイタチザメやシュモクザメを釣るための餌にするべくオオメジロザメを解体した。その時の映像が TikTok で公開されているんだが、男性が内臓の中を見ていたら、まさかのひづめだぜ。この男性もびっくりしたでしょうね。というか、サメって豚も食べちゃうんだ。実は今回のオオメジロザメは、スカベンジャーで様々な家畜を食べることが知られてるぜ。スカベンジャーって、確か不肉食動物のことよね。このサメはスカベンジャーなんだ。ああ、特に洪水の後に顕著になるというな。オオメジロザメの研究者はこう言っている。オオメジロザメのような大きなサメの胃袋からクズ肉が見つかっても不思議ではない。なるほど、それくらい何でも食べてしまう、スカベンジャーってわけなんだね。でも、サメが釣れた場所って、海だよね？海辺に豚がいたってこと？
これも少し意外なんだが、オーストラリアでは広い地域で野生の豚が見られるそうだ。その多くは水辺に生息するらしいぞ。へえ、水辺に豚、なんか合わない気もするけど。でも、水辺で豚が見つかるとか豚が食べられるっていうのは意外と普通なんだね。それにしても、どうせ豚足を食べるなら、もっと美味しく食べて欲しかったな。サメは訳もわからず、豚足を食ったと思うぞ。全世界のサメたちよ、今度豚足があったら霊夢に相談してくれ。豚足なら任せて。次に紹介するのは、渡り鳥だぜ。サメは海の中にいるけど、鳥さんは空にいるよね。どうしてお腹の中に？今回出てくるサメは、イタチザメというサメなんだが霊夢はこのサメを知っているか？イタチザメ、初めて聞いたわね。一体どんなサメなのかな？イタチザメは、体長 4.5 メートルを超える獰猛なサメだぜ。生き物はもちろん、ゴムのタイヤまで、何でもむさぼり食う旺盛な食欲の持ち主だな。うわぁ、肉食の中の代表って感じ。聞いているだけでも恐ろしいわ。そして最新の研究によると、そのイタチザメの子はさらに奇妙なものを食べていることが分かったそうだ。それが、まさかの渡り鳥ってこと？ああ、この事実を発見したのは2010年のこと。研究リーダーのマルクス・ドライモン氏がメキシコ湾の調査で小さなイタチザメを捕まえたぜ。調査のために小ザメにタグをつけようとしたところ、ギュッと吐き出したのが鳥の羽だったそうだ。うわぁ、そんなの絶対びっくりしちゃう。どんな種類の鳥だったかは分かっているの？DNA 分析をしたところ、茶色つぐみもどきという渡り鳥の羽ということが分かったそうだよ。ちなみに、イタチザメって何でも食べるって言うけど、過去に鳥を食べたりした記録はあるの？ああ、イタチザメはカモメやペリカンといった海鳥を食べるということは知られているようだ。ただ、いずれも一度限りの事例報告で、あまり頻繁にある話ではないようだけどな。ふーん、でも今回はそういった海鳥じゃなくて、まさかの渡り鳥だったんだね。2019年5月21日付で学術誌に発表された最新の論文は、イタチザメが陸生の鳥を常食しているという史上初の確かな証拠だと思うぞ。うんうん、その後も調査は続いたの？2010年から2018年までイタチザメの胃の内容物の分析が続いたそうだぜ。すると、105頭のうち41頭の胃の中で、2014年を除き毎年鳥の残骸が見つかったと報告されている。ちなみに、41頭のうち19頭が赤ちゃんサメだったそうだよ。8年間も研究していたの、そこまでわかるなんて、やっぱり研究者はすごいわね。ああ、8年かけて105匹を調べたそうだぜ。すご、でも、空を飛ぶ鳥をどうやってサメが食べているのか不思議だわ。どうして空の鳥が、海の覇者に食べられているの？やっぱりそこは不思議に思うよな。科学者たちも同じくそう思い、研究を続けたんだ。すると2種の鳥を除き、渡り鳥が移動する秋に、サメのお腹に鳥の死骸があることが判明したんだぜ。それってどうやってわかるもんなの？死骸の DNA を解析したらしいな。すべて北米の陸地に暮らす鳥11種だったらしいぞ。ふーん、でもそれだけじゃ、陸の生物がサメに食べられる理由はわからないよね。天候が悪かったとか、それか、飛んでいる時に海に落ちてしまい、泳ぐことができないため死んでしまったとか。まあもちろん、それも考えられると思う。だが、他にも研究を進めているうち、別のこともわかっているぜ。何がわかっているわけ？11種の鳥たちがメキシコ湾に近いミシシッピ州とアラバマ州で最も多く見られる時期を特定した。すると、いずれの種も個体数がピークに達する頃、サメの胃袋に収まっていることが判明したんだぜ。ほうほう、その時期っていうのはいつ頃だったの？ほとんどの鳴き鳥が秋に食べられていたそうだ。南を目指して飛び立った後、予想外の大嵐に見舞われ、海に落ちたのではないかと考えられるな。やっぱり、鳥たちにとっては不運な事故だったんだね。また、調査を進めていると、8月から11月は他の時期に比べて、一帯でイタチザメの子供の数が3倍に増えることもわかっているぜ。秋になると鳥たちが増えることに、サメが気づいていた可能性もありそうだね。でもそんな賢いのかな、偏見かもしれないけど、そこまで頭のいいイメージはないんだけど。餌が理由でイタチザメが集合する例は、ハワイ州のフレンチフリゲートショーなどでも確認されているそうだ。だから、こういう話があってもおかしいことではないと思うよ。なるほど、甘く見てました。サメさん、ごめんなさい。それにしても、今回の件は子供のサメが多かったのよね。どうして小ザメばっかり確認されているのかしら。それもなかなか興味深いよな。実は、赤ちゃんが海に墜落した鳴き鳥にありつくことができるよう、イタチザメの母親がメキシコ湾北部で出産している可能性もあるんだ。え、マジ、そんな推測までできちゃうの？まあこれについては、研究途中だし、絶対ってことはないが可能性としてはあり得るぜ。マジか、研究ってすごいわね。ああ、今後、陸の鳥の熱量や栄養価を他の獲物と比較すれば、
イタチザメの食事と生存にとって、渡り鳥がどれくらい重要かもわかるはずだしな。確かにそうだね。これからの研究に期待するわ。次に紹介するのは、イルカだぜ。イルカ、イルカって結構大きいわよね。あんなの食べることできるの？ああ、驚きだよな。ここでは二つのエピソードを紹介するぞ。まずは、ホホジロザメ。これは霊夢も見た映画上手で出てくるサメだ。ああ、この子は本当に何でも食べちゃうのね。しかもさらに驚くのが、ホホジロザメの腹の中から、なんと4頭ものイルカが出てきたそうだ。3メートルのサメの中から、まさかの2メートルほどの大きさのイルカが出てきたりと、なんとも意味わからないことが起きているんだぜ。それは確かに意味がわからないわ。サメのお腹の中、どうなってるのよ？サメは捕獲も難しいため研究があまり進んでいない。そのため詳しい情報は残念だがわかっていないんだ。だから、サメの腹の中がどんな4次元ポケットなのかもわかっていないんだぜ。そっか、ちょっと残念だけど、これから研究次第でわかるってことだもんね。研究が進むことに期待しているわ。そうだな、そしてもう一つの事件、これは実は日本での出来事なんだ。そもそも日本にもホホジロザメがいたんだ。日本のどこで起きたの？八重山列島という、南西諸島西部の島嶼群でのことだ。ここでは、漁協一本釣り研究会によるサメ駆除が行われているそうなんだが、その駆除の際に運ばれてきたサメは、370kg に達する大きなイタチザメという種類だった。イタチザメは渡り鳥も食べちゃう。結構凶暴な子だよね。ここでも出てくるなんて。このイタチザメの胃袋には巨大な何かが入っていることは分かった。それが何かを確認するために開けてみるとなんとイルカが出てきたそうだぜ。マジか。イルカの種類とかは分かっているのかしら？バンドウイルカ、もしくはハシナガイルカとのことだ。無残に噛み刻まれて、サメの胃の中に詰め込まれた姿が印象的だったそうだ。空気中に戻って、あたりに漂う濃厚な胃液の匂いも相当、特徴的だったそうだよ。イルカを腹いっぱい食べても飽き足らずに、駆除の餌に食いついたのかしら？いやー、これは完全に悪役ポジだわ。何でもかんでも食いつくイタチザメの恐ろしさがここで出たよな。もし海で出くわせば、自分がこうなるのかと思うと、恐ろしくて震えちゃう。ねえマリサ、ちなみにサメとイルカって見た目的になんとなく似ているけど、仲間じゃないの？ああ、ここでは詳しく話さないけど、全くの別物だぜ。そもそもサメは魚類で、イルカは哺乳類だ。サメは尾びれが垂直になっているのに対して、イルカの尾びれは水平なのも特徴だよ。そっか、そもそもとして違う生物なんだね。ちなみに今、イルカが食べられているシーンをいくつか聞いたし、イルカは可愛いイメージがあって、どうしても強そうには見えないのよね。イルカとサメだったら、やっぱりサメの方が強いの？いや、実際はイルカの方がサメよりはるかに強いぜ。さっきから話している通り、サメの中でもホホジロザメは恐ろしいサメだと思う。そんなホホジロザメを食べてしまうのは、バンドウイルカという種類のイルカなんだ。バンドウイルカって、そこまで強そうには見えないんだけど、ホホジロザメなどの大型のサメは、子供のイルカを狙うことがある。しかし、大人のバンドウイルカが、単体でホホジロザメを撃退することは珍しくないんだ。バンドウイルカって、ホホジロザメと比べると大きさは結構違うの？バンドウイルカとホホジロザメだとホホジロザメの方が倍以上大きいと思う。それでも、イルカの体当たりをまともに受けたら、内臓が破裂して死んでしまうこともあるというぜ。イルカ子は、強？イルカは、筋肉量などの視点で見ると魚類のサメに比べて有利な点が多いそうだ。何より骨格の違いが、イルカがサメより優れていると言えるところだな。どういうこと？骨格がそんなに違うのかな？さっきも言ったが、イルカは哺乳類だ。当然、魚類のサメとは骨格が全く違うんだぜ。サメの場合、骨格は軟骨でできている上に、内臓を守るための肋骨が存在しないんだ。イルカは哺乳類なので肋骨があるし、サメよりははるかに頑丈な骨格を持っているよ。ああ、なるほど。そもそも体の作り的にイルカの方が強いんだ。体の大きさは小さくても、戦えるのね。他にも、頭の賢さとか色々あるけどな。単純に体格差で強さが判断できないのは確かだろう。まあ詳しいことが気になる人は、コメント欄に書くか、自身で調べてみてくれよな。イルカが強いことにびっくりだよ。サメも、むやみにイルカを襲わないことが得策ね。次に紹介するのは、ウミガメだぜ。ウミガメって、甲羅なんか噛み砕けないでしょ。亀の甲羅ってめちゃくちゃ硬いじゃない。まず、ここで最初に出てくるのはイタチザメだ。一般的に、ウミガメの天敵はイタチザメと言われている。ウミガメは海のビスケットとも言われるほどイタチザメの好物のようだな。ウミガメがビスケット、確かに硬いけど、あまり美味しくなさそうね。今回は、そんな食われるの関係性の2匹について見応えのある映像が出回り話題になっているから、その映像について紹介するよ。どんな映像だったのか気になるよ。
これは2020年、大西洋に浮かぶ国バハマ北部のアバコ諸島での出来事だ。カイさんという人が友人と釣りをしていたらしい。岸から離れた場所を船で進んでいたんだが、海面に水しぶきが上がる様子を目にしたんだぜ。おっと、まさかこれが、ウミガメが5メートルほどの大きさのイタチザメに襲われていたそうだ。カイさんと友人は急いで動画を回したんだぜ。イタチザメがウミガメの後ろ足に噛みつき、ウミガメが必死にバタついて逃れようとしていたんだ。キャー、リアル弱肉強食だわ。その後、襲われたウミガメはカイさんたちの船に近づくと船の後方にあるステップの上に乗り上がろうとした。そして、不意にイタチザメはウミガメを離してどこかへ泳ぎ去っていったらしいな。このウミガメは助かったんだね。サメのご飯を奪うことにはなったけど、よかった。それにしてもリアル弱肉強食を間近で見られるなんて、この人たちはすごいタイミングだったわね。5メートルのイタチザメに遭遇しただけでもビビるのに、ウミガメ食ってたらさらに驚くよな。うん、本当にそう思うよ。とまあ、イタチザメとウミガメの話をしたものの、実はイタチザメはよくウミガメと戦い、ウミガメを食っているのはわりかし有名だ。ふーん、じゃあなんでここでウミガメの紹介したのよ？実は今回、もう一つ紹介したい事象があるんだぜ。紹介するのは、イタチザメじゃないんだ。今回はホホジロザメの話をするぞ。ホホジロザメはさっきも出てきたわね。それにしても、この子本当に恐ろしい。今回の舞台も、まさかの日本近海だ。太平洋沿岸、熊の沖 3.4km の定置網だな。ここで巨大なホホジロザメが、喉を詰まらせて苦しんでいたそうだぜ。巨大なホホジロザメってだけで恐怖、ちなみにどのくらいの大きさだったの？こいつは当時、6メートルというホホジロザメとしては最大級の大きさで記録された。ホホジロザメって、平均だとどのくらいの大きさなの？だいたい4メートルくらいって思っていいと思うよ。わぁ、そう考えれば確かに6メートルはでかいわね。大阪市在住の漁師は当時、太平洋側でマグロ漁を行っていたらしい。すると巨大なウミガメが口に詰まったまま泳ぐホホジロザメがいると、無線で聞いたそうだぜ。後にそのサメを捕獲した船の船長に話を聞いたところ、見かけた時にはすでに瀕死の状態だったという。ホホジロザメって勝手なイメージだけど、何でも噛み砕けるほど鋭い歯を持っているよね。それなのに、ウミガメを口に詰まらせていたの。ああ、霊夢のイメージ通り、ノコギリのような歯は皮や筋肉を切断するには最適だ。ホホジロザメは、一噛みで 14kg もの肉を食いちぎると言われているんだぜ。ひゃあ、まあ、一食いザメの映画の主役になるほどだもんね。そのくらい恐ろしい子っていうのはわかるよ。それでも、そんなサメでも噛み砕けない、ウミガメさんがすごいって思うわ。このホホジロザメは基本的にアザラシを食う。時に人間も襲うけどな。それで、もしかしたらこの子、ウミガメもいけるかもとか思ったのかしら。あはは、そうだったらちょっと気の毒だよな。このホホジロザメは、飲み込めない間、かなり苦しかったと思うぜ。いやいや、ウミガメの方が長い間苦しんだと思うよ。ウミガメ的にも、イタチザメならともかく、ホホジロザメかよ、ってなったと思う。まあ確かに、ウミガメってイタチザメに襲われた時は巧みに甲羅を相手の口に向けて身を守るそうだ。でもそれがホホジロザメにはできないからな。なかなかお互い苦戦したかもしれないぜ。ホホジロザメも大誤算だったでしょうね。これに懲りたら、もうウミガメを襲わないように。次に紹介するのは、人の右腕だぜ。ちょっと、いきなり怖いこと言わないでよ。一体どういうことなの？ちょっと驚かせてしまったな。さらに驚くことに、これは日本で起きた話なんだ。マジか、一体何があったのかしら？太平洋上マグロ漁船で漁獲したサメを解体したところ、胃の中から人間の右手が出てきたんだぜ。このサメは、ヨシキリザメという種類だったそうだ。ヨシキリザメ、名前は聞いたことあるわね。結構暴れん坊なサメなのかな？わりかし危険な種類として知られているな。サメって、刺激がない限り自分からは攻撃しないという種類が多いと思うが、このサメは、臆することなく人間や船などに突っ込んでいくことがあるようだぜ。好奇心旺盛な子なのかもしれないわね。目の前にあるものを何でも食べてしまう、とっても食いしん坊なやつなんだ。その点は霊夢と似ているかもな。ちょっと、私はいくら食いしん坊でも、何でも食べるわけじゃないわよ。あはは、あとこいつは、縄張り意識が強いらしい。だから縄張りに入ったら容赦なく襲われるだろうな。うわぁ、遭遇しないように気をつけたいわね。それで、このヨシキリザメから右腕が出てきたってどういうことなのよ？ヨシキリザメを解体した船長は、とりあえず海上保安庁に連絡したそうだ。すぐに戻ることはできないから、見つかった右腕は冷凍されたそうだぜ。うんうん、人の右腕なんて大事件よ。考えただけでも恐ろしい。1ヶ月後、マグロを満載し東京築地に寄港した船長は、右手を海上保安庁に届け出たそうだぞ。これ、この右腕の持ち主がどうなったか気になる、生きてるのか、亡くなっているのか、
そうだな、一応、人体の一部分でも変死扱いになる。部分検案として監察医が検視することになるそうだよ。まあそうだよね、バラバラ事件か、もしくは本人は生存しているか。その辺については、専門家の診断が必要だと思うわ。それにしても恐ろしい話ね。ちなみにこういった、人体の一部がサメの体内から出てくる話はまだあるんだぜ。せっかくだからもう一つ紹介しよう。1935年、オーストラリアのシドニーにある水族館で飼育されていた全長4メートルのイタチザメの話だ。なになに、また凶暴なイタチザメの話？このサメは海で捕獲され、水族館にやってきたのだが、当時の元気や食欲が突然なくなったそうだ。ノロノロとだるそうに泳いだり、壁にぶつかったり、そこに沈んだまま動かなくなったりしていたんだ。すると突然、サメが激しく体を震わせて悶え始め、胃の中のものを吐き出したんだぜ。まさかその出てきたものが、ああ、一部が消化された人の腕が水面に浮いていたそうだ。じゃあ、もうこれ、一種のホラーだと思うんだけど、これもサメに食べられて亡くなったとか。ふ、詳細が徐々に明らかになると、この事件はもっと不気味だってことがわかったぜ。何があったのよ、めちゃくちゃ気になるわ。結論、サメが吐き出した腕はナイフで切断されたものだったらしい。どういうこと？サメによって引きちぎられたわけじゃないの？ああ、検視官によるとこの腕は食われたわけじゃなく、ナイフで切り取られたものだとわかったんだ。つまり、腕を吐き出したサメは人を襲ったわけではないんだね。ああ、サメが襲ったのではなく、何らかの事故や事件の被害者の遺体を、サメが食べてしまっただけというケースだと思うぜ。こわ、調査の結果、切断された腕から採取した指紋とタトゥーが、オーストラリアでの奇怪な殺人事件の謎を解く手がかりとなったんだ。すごい、サメによってこの事件の手がかりが見つかったのね。それにしても、このイタチザメも腕を吐き出すまで苦しかったでしょうね。ちなみにこの事件は、未だに未解決のものらしい、なかなか苦戦しそうだ。そうなんだね。事件の解決に少しでも近づきますように。ということで今回はサメの中から出てきたヤバいものについて話をしてきたぜ。いやー、そりゃあ確かに凶暴なイメージはあったけど、何でもありすぎてびっくりしたわ。特に最後の、人の右腕なんて、ただのホラーでしかないじゃない。ウミガメとサメが戦うシーンなんかも、どこかの映画にありそうなくらい迫力あるよな。サメは基本肉食だが、積極的に人間を襲っているわけじゃない。何かしらの原因でびっくりして、人間や周囲のものを襲っていることが大半だ。そう考えると、人間側が気をつけることでサメ被害が減ることはありそうだね。ただ、警戒心が強いだけで、それは自分が生きていくために当然だと思ったよ。ああ、くれぐれもサメに襲われたなんて、恐ろしい事件が起きないことを祈るばかりだぜ。そうだね、あと、サメは何でも口に入れちゃうから、私たち人間が海をきれいに使うことも大事だわ。もし海に行く機会があったら、ゴミを捨てたりしないように気をつけてくれ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。